ナイアレーションコンクエストは、アナイアレーションの続編で宇宙の侵略を始めた機械生命体ファランクスとの戦いを描く。アナイアレーションの襲撃後、クリー帝国はソナンをトップとして復興を開始していたが、突如ファランクスによって襲撃され、外界と断絶するバリアが張られた。ファランクスはトランスモードウイルスを感染させることでファランクスを増やすことができ、宇宙中をファランクスで支配しようとしていた。この時スターロードは後のガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの母体となるチームを結成する。ファランクスを支配していたのがウルトロンであることが判明した。グルートの犠牲によってバリアを発生する塔の破壊に成功し、クエーサーやアダムたちの活躍でウルトロンは破壊された。